んにちは。本日は仕事終わりに成田山へ来ました。現在の時刻3時40分ということで、お店まだ開いてると思うんでね、ブラブラ見ながら参拝したいと思います。久しぶりだね。久しぶりだね。成田来るの。うん、久しぶりです。うなぎ食べに来た時以来。ね、そうかもしれないね。かなり久しぶりだね。かなり久しぶり。なんか昔から気になるんで、ここ。漢方薬。漢方薬なのか、これ。わらべ餅ある。抹茶わらび餅みたいな。カメラ不調のため、買いました。買いました。はい。あ、そうかも。そうかも、買いました。成田は結構うなぎ屋さんが多いよね。ここだよ。佐藤さん。有名ですね。超有名な。佐藤さん有名ですよね。美味しいんだよ、あそこのまた。美味しいよね。ねえ、なんかこの前来た時、こう食べた気がする。なんかね。うん。ごま専門店で。なんか食べようよ。玉こんにゃくあるよ。甘酒、塩麹甘酒のアルコールは。あ、いいね。ねえ。みんなママの好きなカゴとか。あ、本当だ、カゴとか。可愛いじゃん。昔あれ買ったことある。そう。大根おろし。大根おろし。おろし、ガネとは言わないのか、大根おろし、おろせ。マジで、あれでかくない。大根おろせ。倒しでかくない。倒し、すごい。めっちゃでかい。49,500円。え、嘘。49,500円。パパさんの顔と。あ、パパなんかちょっと大きいみたい。なんだよ、大きい。ママだよ、ママ。ママだからね。ママ。身長ちっちゃくて届いてないよ。届いてない。抱っこして。なんか食べる？なんか食べよっか。ねえ。なんか食べようよ。可愛いじゃん、亀の子じゃん。可愛い。ね。亀めちゃめちゃ可愛い。亀なんだ。昔ここで買ったと思う。ああ、うちにあるじゃんこれ。そう、これ買った。みたらしと醤油とネギ味噌だって、どれがいい？これはちなみに何ですか？ネギ味噌です。あ、ネギ味噌。みたらしで、みたらし。これがお醤油。はい、すいません。こちら2本。はい、すいません。あ、これもう取っちゃっていいですか？そうなんですよ。勝手に取っちゃっていいんですね。はい、わかりました。これはこれとか。あ、ごめんなさい、倒れちゃった。ごめんなさい。ありがとうございます。やった、ゲット。いただきます。いただきます。ということで。あ、美味しい。美味しいよ。あ、ネギ味噌？うん。ちょっと甘め。本当？うん、ちょっとお醤油甘め。ちょっと。お醤油。これみたらしじゃなかったっけ？もううまい。お醤油いいよ。甘め。もうちょっと伸ばした方がいいかな。これね、久しぶりにこのカメラ使うからね。ちょっと勝手が。久しぶりすぎて。はい。ネギ味噌美味しい。みたらしが一番美味しい。自分の食べてる。うん、みたらしは。これ食べた？食べた。食べ終わっちゃった。ごちそうさまでした。早くね。美味しいんだもん。どれが一番かって言ったら、私自分が買ったやつなんだけど。これなんだ。わわわ。ねえ、これ食べたかった。そう、食べなかったよ。うん、もう三種だった。あ、これ高かったよ。あ、ここで？うん。これアイス食べようか。アイス食べ。食べる？うん。じゃあ買ってくる。ちょっと待って。ママ買ってくる。った。やった。ソフトクリームで。うん、ソフトクリームだった。久しぶりのソフトクリーム。それではいただきます。ママそっち側と。はい、いただきます。これ夢牧場。夢牧場。おっとっとっと、おっとっと。クリーミー。マジで？うん。めっちゃクリーミー。めちゃめちゃうまい。食べてゆっちゃん。いただきます。すっげえ、真っ白じゃない、なんか。真っ白。生クリームみたい。ね。濃厚。しょっぱいの食べた後に甘いの。終わる。あ、料理で終わりなのね。うまいよ。ね。甘くて濃厚なんだよ。美味しいよな。美味しい、なんか。じゃん。これうまい。美味しい。これとりあえず今成田山の参道来ててお参りもしたいんですけど、この参道の方が早く終わっちゃうので先に来ました。で、正面からじゃなくてね、裏からも入れるんです。成田山。もう一回せんべいだなこれは。いや無限ループだっちゃう。綺麗に食べてる。あれ？食べんの？ないじゃんもう。意外とさ、人がさ通るんですね。これ平日なんですよ。平日なんだけど、意外と人が通ることにびっくり。人多くない結構。食べ終わった、うん、ということで、はい、食べてから行きたいと思います。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ということでデザートで腹ごしらえをしたところで成田山の方へ参拝行きたいと思います。こっちですね。入っちゃう。あ、久しぶりに完食なんてしちゃったな。美味しかったねえ。完食久しぶりだよね。完食なんてしないからね。完食最高級だからね。ソフトクリーム久しぶりじゃない？ソフトクリームなんて久しぶり食べちゃった。なんかビュッフェ行ってケーキとかはたまに食べるけど、ホテルのね。なんかこの辺もお正月になったりするとね、ガーッと開いたりとかするんだけどね。平日来るとやっぱり、まあこの時間だからもう終わっちゃってるっていうのもあるけどね。初詣来たりしたことあるよね。そうだ、初詣来たことあるんだよね。ね。これね、一歩ずつだとちょっと長いみたいな、二歩ずつだとちょっと短いみたいな。はい、ということで。お参りしてきました。はい、食べれて、食べて、お参りして。来れて良かったですね。いや、良かった、本当に。うん、ちょっと時間遅くなっちゃったから、今もう夕方なんですけど。それでもね、参拝できたので。そう。うん、良かったです。ということで、ゆっくり帰りたいと思います。バイバーイ。